ランサーに妹を奪われるも、イオリとセイバーは無事これを救い出す。しかし思わぬ波が巻き起こる。見えざる魔主、我を失う英霊たち、激突、決裂、そしてうごめく黒き意志が義を支配する。これで手駒は揃った。しかし聖杯戦争、かように容易なるものか。サーヴァント6機が英月の首輝を逃れたは旅外であったが、数勢は消したとも。あとは抗う者どもを一掃するまで。まだ7機が残っている。集ってこちらに襲い来れば勝敗は覆るぞ。であろうな。お前の記録を頼らずとも分かりきったこと。しかし案ずる必要はない。先々の策もなしに手駒を集めるものか。まあ勝手にするといい。僕は僕の好きにさせてもらおう。さて十五機目はいずこか。こたびの儀、マスターに貸し付く七つの魂のみでは足りぬ。最後に訪れし尊き魂をもってこそ英月は完成する。ここは…お目覚めですか？よかった。一時はどうなるかと。おい、待て。今歩いたら傷が開いて。歩くのか。だがまだ無理だ。休んでいろ。構うな、私は行く。やめておけ。ライダーやハグレに殺されるぞ。魔術にはそう詳しくないが、傷のある体では自在には震えまい。いらぬ気を回すな。それに貴殿に身を案じられる覚えは。いいや、案じるとも。何せ聞きたいことが山ほどある。悪いがもう少しここにいてもらう。いいな。そうか。元よりその腹積もりで私を。ならば仕方ないか。土帝康弘、それがこたびの騒動の要か。土帝の名には聞き覚えがある。義の見届け役だったな。そうだ。平安の隆盛から遠く衰えてはいるが、陰陽師の宗家、かの阿部家の末裔にあたる。まったく呆れたな。まるで胴元が賭けをするかのごとしだ。胴元？うん、どういう意味だ、イオリ？ずるいということだ。奴は英月を編み上げた陰陽師だ。英月の義の仕組みを誰より深く理解している。故に仕組みの穴をつくこともできよう。こたびのようにな。土帝らが寄るのは寛永寺。この江戸八百野町においても指折りの霊地だ。
多くのサーヴァントを支配した術も寛永寺から放たれたものだろう。寛永寺は確か幕府の用地という話だったな。徳川将軍家の菩提寺だ。いかに土帝が名家であろうと、やすやすと根を張るとは。そうか、奴は幕府と組んだか。そも、この永月の儀は永月は万能の願望器であると土帝が老中に取り入ったことに端を発する。欲に目がくらんだ幕閣どもは永月の献上と引き換えに土帝に助力を訳した。後ろ盾を得た土帝は江戸に根ざす霊脈を用いて支度を整え、己自らが見届け役となり晴れて義を執り行うに至ったというわけだ。なるほど、初めから幕府と土帝は年頃の仲か。市中に千の軍勢を配するまでには至らないが、幕臣御家人や価値の数百を与えるほどにはな。土帝は連中を傀儡に仕立て上げ、本拠にいながらにして義の監督を行っていた。ということは、より侍たちを操っていたのは唯ではなく土帝ということか。そうなるな。なんだそうか、私はてっきり。話がそれたな。ともかくこたびの一件の裏にいるのは土帝家と断じていいだろう。土帝安弘、野心あふれる男だ。もとより公正さなど求めるべきではない。たとえ義の参加者ではないとしても、奴の立場なら永月をかすめ取ることもできよう。なるほど、策士か。おそらく単独では立ち回るまい、いずれかの陣営に組みしているかもしれん。ならキャスターと見たぞ。陰陽師どもを操っていたのだろう。かもしれん。あるいは土帝自身がキャスターのマスターということもあり得るな。こと問いはしまいか。ならば私はこれで。まだだ、あと一つ確かめたい。ランサーがカヤをさらったのは貴様の差し金か。その行いは忌むべきものだ。無縁なことの肌、もっと分かるように話せ。カヤは無事だった。今はそれでいい。イオリ助かった。小説知らぬことを多く得た。恩に切る。いや、売りつけられた恩であれ、報いずに去っては我が真偽に戻るゆえ。それで貴殿はいかなる手を打つ。決まっている。寛永寺へ向かい土帝を倒す。無謀だな。貴殿の言う通り、奴は策士だ。たやすくかの地を踏めると思うな。大規模な術を行使する以上、おそらく強固な結界を施しているだろう。ならばまずは寺の周りを調べるとしよう。さて、カヤいるか。はーい。お話はもう終わり？俺たちは外に出る。カヤ、悪いが客人の看護を頼みたい。任せて。さ、小説さん、こっちで包帯変えましょうね。待て、
私はもう。問わずとも本気なのだろうな。無論だ。小野が妹をさらおうとした相手かどうかは確かではないが、ユイとカヤを長屋に残すとは、いやはやだ。話してみて分かったこともある。小説がカヤをさらうとは考えにくい。ほほう。小説はあの場で口をつぐむこともできたし、配下を呼ぶこともできた。だがそうせず、俺たちは義理を通した。あれはきっと真の志士というものだ。カヤの献身を裏切らぬと信じるのだな。まったく。ああもう、わかったわかった、行くぞ。話がまとまったならもう行くわ。せいぜい土帝の追手に注意なさい。彼らが浅草にたどり着くのはもう時間の問題よ。承知した。ドロテア殿もお気をつけて。ではどこから調べる？若旦那を訪ねよう。彼のことだ。こたびも術を逃れているだろう。あんたの腕驚いたぜ。じゃあ、おや、若旦那どこだ？姿がないな。まさか操られたのか。早合点はやめておきたい。もう少しこの辺りを確かめて。行くぞ、ヨリ。化け物、こっちへ来んな。証拠りもなく、トク、片付けてくれるぞ。全く妙に想像しいと思えば雑種どもであったか。若旦那、やはり無事だったか。凡俗な魔術師の症状であえて踊ってやるほど俺は暇を持て余してはおらぬわ。それよりも貴様らがまだこんなところで油を売っていたとは。どういうことだ？先ほど貴様らの本拠へと向かう一団があった。あれは奇襲を狙う敵であろうな。そういうことは早く言え。戻るぞ、カヤが危ない。もう戻ってきたか。由衣小説を渡せ、宮本より。さすれば主は神田での愚行は問わぬそうだ。土帝の配下か。それではこちらが義理を欠く。随分と見くびられたものだ。よかろう。ならば
貴様らを撃って奪うまで。サーヴァント相手によく言った。刺客の覚悟受けたまわった。切るぞ、ヨリ。やむを得まい。たっ、長屋に戻ろう、ヨリ。カヤが心配だ。兄ちゃん、兄上、セイバーさん。大丈夫ですか？通りの方が大騒ぎになってましたけど。何ということはない。もう怖がらずともよいぞ、カヤ。強いんですね、セイバーさん。ありがとうございます。これで小説さんも落ち着いて休んでくれるかな。任せきりで悪いな、カヤ。いいのいいの、どーんと任せといてよ。二人とも頑張ってね。土帝の倉庫、浅草にまで手を伸ばしてくるか。マスターの本拠に攻め込もうとは、まったく見届け役が聞いて呆れたもの。以後は防戦になるぞ。いつまた連中が攻め来るともわからない、私は口惜しくてたまらぬ。カヤにまた怖い思いをさせてしまった。セイバー、お前が気に病むことではないよ。どうやら力を貸す必要がありそうね。ドロテア殿、戻ってきたのか。ええ、そんなところよ。部下にこの辺りを守らせておくわ。あなたたちはどこにでも好きに繰り出しなさい。それは願ってもないが。気を許すなよ、ヨリ。何か企みがあるのかもしれん。だったらとうにそれを果たしているわ。あなたたちが戻るまでどのくらい待ったと思う？待っていたのか。もう私にできることは限られているのよ。互いにやれることをやって得られる利を得ましょう。合理だな。わかった。ならばドロテア殿、長屋を頼む。イオリがそう言うなら。いずこへ行く？吉原だ。土帝の動き、太夫と師匠に伝えておきたい。しっかりと見張っておいて。はっ。
私も私のやれることをやるわ。たとえどんな幕が引かれようとも。どうした、赤や。小説の手当は済んだのか。ううん、まだ。ちょっとお買い物行こうと思って。何か足りないものでもあったか。ああ、もう。兄ちゃん、忘れちゃったの？綺麗な手ぬぐいがもうないんだよ。この間いっぱい使っちゃったじゃない。ああ、そういえばアサシンの毒を受けた俺の治療であれだけ使ってそれきりだったのか。ならば俺が買ってこよう。カヤはセイバーとルースを。ああ、一人で出歩けばまた危険な目に遭うかもしれない。だから。心配ありがとう、セイバーさん。でも大丈夫ですよ。兄ちゃんもそんな顔しなくて平気。今日は何にも起こらないから。カヤ、大丈夫大丈夫。その間小雪さんをよろしくね。ユリ、頼んだ。小説は俺が。そちらも気をつけてくれ。行ってくる。あの妙に確信めいた言動、こちらを見通すような眼差し、君はどこまで。手ぬぐいを買いに。よろずやだな。なんだ、カヤちゃんかい。ついさっき来て手ぬぐいを買っていったよ。次は確か雷門の方に用があるとかなんとか。雷門、とりあえず行ってみるか。どうだい？え、カヤちゃん？用が済んだから隅田川で釣りをするって言ってたわよ。竿も持たずに釣り？それに川ならすれ違っているはず。今日のカヤ姉ちゃん、
なんだか綺麗だったな。あ、なんでもない。姉ちゃんならよろず屋に行くってさ。またよろず屋か。からかわれているようだな。さて、どうしたものか。いや、そこのお姉さん、今なら団子が安いよ。お姉さん、うん、追えば逃げられるというならば待ち構えてみるまでだ。彼女も団子は好きだった。案外、釣られてくれるかもしれない。いい食いっぷりだね。なかなかうまいな。いおりの分も買っておこう。見つけた。逃がしはせぬ。怪異の類か。私の道行きを阻もうとは不埒千万。残さぬ。やっ、同じ手に付き合う彼女ではないだろう。こうなれば。よっ、セイバー殿。あんたが一人とは珍しいな。おお、助之進。イオリは家で留守番をしているぞ。そいつは驚きだな。ほっとけば刀担いで丹念に出そうなもんだ。まあ、今は長屋に客人を迎えていてな。客人？そういや噂になってたな。伊織さんが若い女剣士をまたぞろ連れ込んだとか。あんたとしちゃ思わしくないんじゃねえか。しっぽりやってたところに難敵だろう。難敵も何も、私にかかれば敵ではないぞ。私が遅れを取るはずもなし。案ずるな、助之進。おお、これが制裁の余裕ってやつか。ま、伊織さんより強いって話だったしな。当然、これまでも幾度となく伊織の前に現れた相手を打ち滅ぼし。打ち滅ぼしちゃまずいだろ。冗談もうまいときたか。おお、そうだ、かやちゃんも出かけてるよな。最近は長屋にいるって話だったが、さっきそこの通りで見かけてな。どこへ行ったかわかるか。落ち合う予定だったのだ。
大通りの方に向かってったが。大通りだな。助かったぞ、助の神。なあ、それじゃ二人と南敵さんによろしく。大通り、このまま追っても入れ違いか。ここは裏をかいて路地裏から行くか。もう隠す気はないのだな。ああ、懐かしい匂いがする。やはり君か。やっぱりお気づきでしたか。音立花姫参りました。なんちゃって我ながらびっくりだ。久しぶり。元気そうだね。ですね。あなたのことずっと見てましたよ、この子の中でね。相変わらず綺麗だ。綺麗で格好よくて頑張りや。私はもしもまた会えたのならば、二度と戦には巻き込むまい、そう思っていたのに。私の限界が縁を作ってしまったのか。こらあ、私がここにいるっていうのにどこ見てるの。ほら、しょぼくれてないで。何のために追いかけてきたの。あの時のこと考えてるんでしょ。優しいあなたのことだから気にするななんて言っても無理だろうけど、もっと前を向こうよね。だが。ああ、また暗い顔。せっかくだから笑おう。ほら、にーっこり。すぐには難しそうだね。でもね、これだけは分かってて、あれは私がやりたくてやったこと。また同じ場面になってもきっとやるから。私という乙女は命を捧げても構わないくらいあなたに恋したのです。だからあなたには自分を誇ってほしい。私が自分を捧げてでも助けたいと思ったの。たとえ二人別れても生きてほしいと願ったの。なのに開墾の檻にとらわれてくよくよしてるなんて、そんなの全然らしくない。いや、いや。おい、セイバーさん。あれ、私なんで。大丈夫か。あ、いけない。早く小説さんを手当てしないと。帰りましょう、セイバーさん。カヤも戻ったことだし、そろそろ行くとしようか。
あんたの腕かたじけない。じゃあまっ、よく来た。そうだ、残らず収めよう。持っていけ。また来るがよい。よく来たな、雑種ども。王が新たな命を下そうと思っていたところにちょうどよく現れるとは、獣木の鏡よな。新しい仕事か。実は近頃、我がバビロニアを貶めんとする不貞の輩がいるらしいのだ。ウリネをふっかけるだの、天守の印象が最悪だのと言って回っているとか。無論バビロニアは良心経営であり、天守はこの通り完全無欠、根も葉もなき噂よ。嘘を吹聴するのは確かに良くない。それに印象とは、そんなもの誰であれどうとでも言える。随分と立ちの悪い輩がいる。嫉妬というやつよ。そやつは俺を妬んでいる。心当たりは？誰かの恨みを買った覚えなどは？王とは万人の恨みさえも背負うもの。いちいち一つ一つを気にかけてはいられんわ。故に真たる貴様らに命を与えるのだ。不心得者を探し出し罰せよ。よいな。雲をつかむような話ではあるが、若旦那の機嫌を損ねたくはない。やるだけやってみるとするか。またその噂か。向こうの広場で触れ回ってる野郎がいるんだ。通るたびに聞くから耳にタコができちまったよ。何か店に恨みでもあるんかね。あっさり見つかったな。近場で言いふらしていたようだからな。今のうちに事情を尋ねよう。チリメンドン屋の売り物は皆呪われておるのだ。買ってしもうたなら捨てた方がよい。持っておると化け物が寄ってくるぞ。貴様だな、嘘を言って歩く不心得者。何を企んでいる。今の話は事実な気もするが。言いがかりをつけんでくれ。企みなど何もないわ。バビロニアを貶める理由聞かせてもらうぞ。貴様ら、まさかあの店の回し者か。おい、みんな出会え出会え。こやつらをとっちめてやれ。受けたまっ。そんなものかい。もらった。
良い身のこなしだ。必ず生かそう。やれやれだ。さあキリキリ白状しろ。まことに知らんのだ。拙者は銭で雇われただけで。許してくれ。雇い主は品川の飽きんだよ。バビロニアの評判を落とせと言われてな。品川か。ならば本人に確かめてみるとしよう。なあ、そうしてくれ。飽きんどの見た目だが、メガネをかけ常に黒い。よし、若旦那の店を貶めるアキンドを探そう。黒い羽織を着たメガネの商人だったな。あまり見ない格好だ。聞いて回れば見つかるか。貴殿、この辺りで商人を見なかったか。黒い羽織にメガネをかけた。そんな人知らねえわ。待て。あの様子間違いなく知っている。あと王より。逃げた奴を追わねばな。待てより、まだ用は済んでいな。なんで追ってくるんだよ。君が逃げるからだ。そうだな、観念して話を聞かせてくれ。分かったよ。頼むから俺が教えたって本人に言うなよ。あんたらが言ってるやつは間違いなく品川で悪名高い仲買人だよ。やつは家や土地を転がしててな、手段を選ばず安く買い叩こうとするんだ。脅し、流言、火付け、何でもありの極悪人だが、幕府お抱えの商人で誰も手が出せないのさ。なるほど、厄介な相手だな。貴殿が話したがらないのもわかる。それでその仲買人とやらはどこにいる？ああ、やつは。どうした？後ろにいる。まったく、私のような善良な商人に対しひどいことを言う者がいるようですな。あなたたちは浅草で邪魔をした輩ですか。まとめて牢屋敷にぶち込んでやりましょう。出向く手間は省けたが、やはり立ちの悪い輩ではあったな。なんと分かりやすく悪いのだ。まずは取り巻きを片付けるぞ。避けるなよ。来い。分かった。見えた。空の型だ。一つ強くなれたか。私に手を出してみなさい。大変なことになりますよ。どうなるのだ？それは浪人が退去してあなたたちを捕らえて。なんだ、また浪人退治か。あやめぬよう加減するのは面倒だというのに。まあそう言うな。ひときり助
助けてください。だったら悪事はやめておけ。九段のちりめん問屋の店主、俺たちよりよほど恐ろしい相手だぞ。それはそうかも。わかりました、誓います。二度と手を出しませんから、命だけは。これで噂も終わるといいが。ともあれ源を絶ったのだ。若旦那へ伝えに行くとしよう。というわけだ。かなり怯えていたので二度とはすまい。ふん、そうか。生ぬるい仕置きではあるが、俺は貴様らに任せた。貴様らがそうすべきと判断したのならば、よく務めを果たしたとねぎらうのみよ。おお、寛大だな。それは孫うことなく王の寛大だ。少しだけ見直したぞ、若旦那。だが、もしその男が罪を繰り返した時には、貴様らも咎めを受けるということである。そうならぬよう、せいぜい祈れ。ふはははははずいぶん熱く見つめてくるではないか、セイバー。何はともあれ解決だな。うむ、悪くない心地だ。大義であった。何故ここに？ああ、キルケが無事であれば助力を頼みたい。確かに前の時には無事だったな。こたびも支配を免れたやもしれん。キルケ、ここにいたか。はあ、嘆かわしいな。よりにもよって君たちが来たのか。来客が多いのは嬉しいことだが、招かれざる客ばかりだ。困ったものだよ。招かれざる客？やれやれ、これも愛の無知というやつかな。大事なピグレット候補の目を覚まさせてやるためだ。いや、待ってくれ。何かとてつもなく大きな誤解が。うんうん、心配いらないよ。それもこれも豚になってしまえばどうでもよくなるからね。キルケのまじないか。まずいぞ、より飛べ。避けきれん。うぅ、よく寝たわい。ん？今度は何の騒ぎに？しまった、じいさんが。おじいさん。まったく最悪の寝覚め部品。え？部品？え？まさか今度はわし！じいさん。
なんと、なんと間の悪い。よりのみならず、おじいさんまで。あまり笑ってやるな。俺も以前は同じ目にあったのだ。ねえ、何を笑っておる、ブヒ。キルキ、こやつらも豚にしてしまう、ブヒ。すっかり豚ではないか。書としてはどうなんだ、無事なのか。わわわ、わしの中身や大変なことに。ブブブブヒキルケ、聞いてくれ。行き違いがあったようだ。俺たちは。あまり空とぼけないでおくれよ。さっきから何度も襲われてるんだぞ、こっちは。誰かの暗示にかかった魔術師や侍たちが次々現れては暴れ回って。マスターが一匹、サーヴァントが二匹、魔力の元さえ立てば、マスターもサーヴァントさえも。そうそう、ちょうどあいつらのような連中だ。で、あれ、ちょっと待った、マスター、まさか君たちもあれに狙われている？とすると、もしかしてその君たち正気だったりする？そうかそうか、正気を失った風に見えたか。よし、なるほど、そういうことなら仕方ない。さあ、一緒に連中を蹴散らそうじゃないか。火の肩、うそろ、無断だ。どうする、押し切る。襲ってきた連中は片付けた。そろそろじいさんを元に戻してくれ。そうじゃそうじゃ、この露骨を哀れに思わんのか、ブヒ。いいんじゃないか、可愛いし、この木に豚らしい生活を楽しむといい。それじゃあ、私はこれでさようなら。逃げた。うん、逃げた。ふぐ、何をしとるんじゃ。わしが豚のままでよいというつもりか。分かっている、そのままにはしないさ。キルケを追う。やつが逃げたのは向こうだな。わしで遊んでおるじゃろう。ルヒ、ルヒ、ルヒ。お前、わしで遊んでおるじゃろう。ルヒ、ルヒ、ルヒ。お前、わしで遊んでおるじゃろう。ルヒ、ルヒ、ルヒ。お前、わしで遊んでおるじゃろう。どこに行こうというのじゃ。
早うわしを元に戻してくれ。昼下の時間だ。帰っても良いのではないか。キルケも言っていたが、豚鼻のおじいさん可愛いしな。まあまあ。ルヒ。キルケの気配が近づくにつれ、カインの数が増えてきたが。キルケ自身の前に呼び寄せられているかもしれんな。逃げた。奥の手。やってやる。頼む。任せろ。我らが刃。引かせる。避けるなよ。見つけたぞ、キルケ。おじいさんを元に戻すのだ。何か様子が。まずは確かめるぞ。おお、よしよしよし。わしを獣のように可愛がるでない。こら、セイバー、じいさんをからかうのもほどほどにな。君らみたいなのは趣味じゃないんだ。キルケ、加勢する。え、君たち、私を助けに来たのかい？君に死なれてはおじいさんもイオリも困る。私もちょっぴり困るのだ。それで無事なのだな。もちろんさ、この程度どうってことないと思う。さすがだ。奴らを蹴散らすぞ、キルケ。身が白道。強い。待て。無謀の衆が数を頼むか。出番だ。すぐに行く。キルケ、まだ戦えるか。当たり前だろ。これぐらいで疲れてたまるもんか。では、残る敵を片付ける。刮目せよ。祖は命、祖は快楽の雫にして、
星をなす者、絶技発揮、怒涛。これで全てだな。キルク、頼む。じいさんを元に戻してくれ。意固地になってたって仕方ないか。いいよ、その本を貸してくれ。そーら、これで元通り。じゃあ、二度と戻れぬかと思ったわい。じゃが何やら違和感があるようなないような。さあ、気のせいじゃないかい。いや、二度も私の試練を乗り越えるとは、君たちもやるじゃないか。気に入ったよ。試練というのは難儀なものだな。いや、とんでもない目にあった。二度とごめんじゃ。なんと恐ろしいキャスターか。仕方ないだろう。私だってここを守るために必死だったんだ。貴殿ともあろう術者が平静を欠くほど必死になるとは。私はここの霊脈に紐付けられてるんだから、躍起になって守るのは当然のことだろう。それに私が現世に召喚されて間もない頃から、ある魔術師がこの一帯をねぐらにしていてね。ひどく暗い目をした、取りつく島もない男で、ヒュケオーンだって頑なに口にしなかった。賢明だ。それが別の女を連れてここを離れると来た。この私を差し置いてだぞ。いい度胸だ。だから身を守るための霊槽や傷を癒す薬を担当しつけてやった。何も言わなかったけど受け取ってはくれた。私はこの土地を長く離れられないけれど、いずれ戻ってくるかもしれないだろう。私がここを、戻る場所を守ってさえいれば。ああ、何、済んだことだ。以後気をつけてくれればいい。ふん、この程度の試練、どこぞの冒険野郎なら一言の文句もこぼさずに乗り越えたぞ。不満に思うのは君たちの器が小さいからだ。これ以上ブータれるならもう力は貸さないぞ。貴殿の力は今後も借り受けたい。今サーヴァントたちが次々と操られている。俺たちは貴殿の助力を求めてきたのだ。うんうん、それで。しかし無理にとは言えないからな。ダメだと言うなら他を当たらねばだ。え、あ、いや、あ、あ、うん、どうだより、ここは一つ若旦那に剣で持って。そう軽々に剣を抜くな。いいかセイバー、ここは関エイジ。ん、確か関エイジとかいう寺院があったろ。魔力や霊脈の異常はその辺りから来てる。そこに行って騒ぎが収まるかは知らないが、この手の魔術は大元を立つのが定石だ。私が教えられることはこれだけ。まったく
本当に手のかかるピグレット候補たちめ。キルケ、いや、かたじけない。大いに参考になった。悪くない心地だ。今度こそ私のピグレットになりたくなったのかな。ふふ、よろしい。己の心に正直になるのは素晴らしいことだ。いや、そういうつもりは。おや、何か言ったかい。まあ、それはさておきだ。突然だが、ピグレット志望の君たちには一つ試練を課させてもらおうじゃないか。試練？大丈夫さ、安心してくれたまえよ。冥府の番犬を捕まえろなんて無茶ぶりはしない。試練は至って簡単なものさ。そう、食材をいくつか集めてくるだけの。食材を集める？食べたら豚になるやつでは。確か休憩なんとか。キルケ、すまない。俺たちは先を急いでいる。うむ、悪いが他を当たることだ。あ、待ってよ、待ってくれ。置いていかないでおくれ。あ、いや、すまない、昔のことを思い出してしまってつい。止めはしないから行けばいいさ。そら、さっさと願いとか叶えに行かないと。うん。何やら腹が減ってきたな。セイバーは朝げに握り飯を何個も口にしていたが、まあいいだろう。ああ、そういえば小腹が空いた。何か振る舞ってくれるならありがたい。いいの？とはいえ時も惜しい。早々にお使いとやらを済ませよう。姫の弱り顔には弱いな、お互い。ありがとう。じゃあこの食材を集めてきてくれ。近場で一通り揃いそうだな。この近くというと水道橋か。お使いだ。この辺りだな。まずは扱っている商人を探すぞ。道行く人に尋ねるかな。それならうちで扱ってるや。ただ何かあったか。実は品物を運んでいた荷車が轟きで盗人に襲われたらしくてね。
取り返そうにもあの辺りは物騒だし、次の指令を待ってもらうしか。では俺たちが2を取り戻そう。それでどうだ。一点盗賊退治か。ま、それに不満はないのだが、厄介事を片付けねば物を得られぬというのはやっぱりあれかな。君は呪われているのか。まさか。覚えはないな。第一、セイバーと出会う前はこういった面倒はほとんどなかったぞ。ふーん、そういう風に言ってしまうのだな、イオリ。いや、タイはない。トドロキへ向かうぞ。さて、盗っ人のねぐらはと。先ほどの商人は洞窟の方だと言ったな。ひとまず行ってみよう。あれは、見ろイオリ、見ろイオリ、この草毛竜ではないか。いや、毛竜ではない。これはまた別の花だ。そうか、白い花、黒いね。見た目はそれらしいが。確かにそうだが、匂いが違う。断言できてしまうのが恐ろしいな。九段の洞窟か。てめえら、何の用だ。アキンドの2を取り戻しに来た。痛い目を見たくなければ、とく返すがよい。はっ、若造どもが言いやがる。身ぐるみ剥がしてナマスにしてやるよ。その中は一通り調べたが。おい、奪った2をどこへやった。へっ、寺だ。この近くの寺に全部置いてきた。寺？近くの寺で宴を開いてたんだ。上等な食い物が山ほど手に入ったからな。けど途中で化け物が出てきてよ。仏様の罰が当たっちまったんだ。で、取るものもとりあえず逃げ出してねぐらにこもっていたと。賊というのは、いつの世も大差なきものだな。寺、寺、この近くにあるのは轟不動尊だろうな。行ってみよう。
つか九段の化け物というのは。何、取るに足らぬ。覚悟は良いか。頼む。出番だな。我らが刃突き立てる。決める。こっちだ。待っていろ。これはどうだ。覚悟は良いか。頼む。出番だな。我らが刃引き立てる。もらった。受けてみろ。油断したな。間違いない。他の食材も無事のようだ。では水道橋に戻るぞ。待っているがいい。飽きんのよ。食材をタダで譲ってくれるとは。あれはなかなか気のいい飽きんのだったな。働いた甲斐がある。よし、キルケの元へ届けよう。これが言われた食材だ。ふふ、お使いご苦労だったね。それじゃあちょっと料理してくる。期待して待っててくれよ。セイバー、覚悟はいいか？ん？私は食わんぞ。畜生になったイオリを元に戻すものが必要だ。なるほど、一人で食えと。やあやあ、待たせてしまったね。はい、これを持って行ってくれ。これは、この私が腕によりをかけて作ったお菓子さ。一口食べれば頬が落ち、二口食べれば精力絶倫。とはいえ妙な魔術は仕込んでないからな。少なくとも食べたところで豚にはならない。この国風に作ってみたからきっと君の口にも合うはずだ。ふんふん、包みの中身は菓子か。菓子の甘みもまたよしだ。食わないと言っていたような。うぐ、感謝する。キルケ、しかと受け取った。何か返すものがあればいいのだが、うちの長屋には大したものはないな。いや、ある。あ、ほら、米があるだろ。それはそうだが、さすがに米はうまいぞ。そして、カヤのお身をつけがよく合う。ああ、キルケ、カヤというのは、イオリの妹だ。どうした、キルケ。え？ああ、いや、別に何でもない。うん、
何でもないったら。ほら、時間がないんだろ、君たち。行くならさっさと行ってしまえよ。なんなのだ。セイバー、落ち着け。時が惜しいのは確かだ。今は先を急ごう。食事か。やったな。彼らは立ったか。ならば。ここまで来れば。再生も滞りはない。これならば、寸刻の後に。今は時が惜しい。高尾のもとに急ごう。なあ、カヤにもか。またいつでも来てくれ。何があった？高尾姉様がどこにおるかご存知でありんせんか？高尾はここにいないのか？今朝方から伊予神保のお侍様ともどもすっかり姿が見えませんで、姉様に何かあったらと思うと、あちきは。落ち着け。俺たちも探してみよう。何か分かったらすぐ知らせる。すまないが、しばしの間待っていてくれないか。主様、あい、よろしゅうお願いいたしんす。なんだ、土帝が何か残してきたか。すいません。行くぞ、セイバー。山吹殿はここを動かぬよう。なんだ、土帝とは縁なの。なんだか様子がおかしいな。気をつけろよ、ヨリ。押し切る。終わりだ。いつでもよいぞ、ヨリ。避けるなよ。身が白道。
味わうといい。終わりだ。油断したな。どうした。気を見せたな。畳みかけろ。礼はいらないぞ。君はどこか安全なところへ。あの、お願いだ。どうした。私の友人たちをどうか助けてもらえませんか。もののけに襲われてはぐれて、もしかしたら二人とも襲われているかも。だそうだな、より。無論、受けたまわろう。なぜ分かっていて尋ねた、セイバー。さて、どうだかな。ありがとうございます。あの子たちは、それぞれ王子と北の方へ走っていったと思います。どうか二人のこと、よろしくお願いいたします。怪我はないか。ああ、あんたたちのおかげでね。しかし、江戸は一体どうしちまったんだい。今日の化け物といい、昨日の大男といい、恐ろしいことばっかりで嫌になるよ。大男というのは。あんた、知らないのかい。昨日の夜に吉原を出てった大男のこと。私も偶然見かけたんだが、ありゃ怖いなんて言葉じゃ済まないよ。身の丈八尺を優に超える男が雄たけびを上げながら走り去ってってさ。おかげで昨日はろくに寝つけやしなかったよ。あーやだやだ。なるほど。ほんとあんたらも気をつけなよ。それじゃあね。恐ろしい大男か。夜中であったからだろうか。昼日中に見たならば、あれは見とれるほどの異常符だというのに。ああ、大男はきっとはぐれのバーサーガーだな。正気を取り戻して吉原へ戻ってきたと武蔵は言っていたが、そうではなかったのか。あるいは土
帝に泳がされたか。九段の術の支配下にあるならば放ってはおけない。あれは強力なサーヴァントだ。行方を探らねばならん。きっと太陽や師匠も追っているだろう。急げば合流できるか。うむ、しかしまずは二人目を助ければだぞ。そうだな。同心だぜ。町のみんなを見殺しにするくれえなら腹かっさばいて死んでやら。スケノシンか。お、イオリさん、ちょうどいいところに。頼む、手を貸しちゃくれねえか。あの化け物、まるで刀が通じやしねえ。はい、わかった。では共にやるか。おお、助かったぜ。ほんじゃ、あとは頼んだぞ。まあ、いない方が戦いやすいぞ。イオリさん、あんたは命の恩人だ。見回り中に化け物に出くわした時は俺もここまでかと覚悟したが、いやー、案外なんとかなるもんだな。九死に一生というやつだな。しかし吉原まで見回りとは珍しい。いつも億劫がっていたろ。そりゃあれだよ、最近あちこち物騒だからよ。少なくともここいらあたりはよ、同心の俺が一丁気張って守らねえと。ん、なんだこれは、書か。な、おいバカ。吉原再建か。ずいぶん気張った見回りだな。だ
ろう、男助の神一世一代の大勝負のつもりでだな。ま、吉原の夜には火遊びが増える。丹念に見回ってほしいものだ。気にするな。さあ行くぞ。うむ、はぐれのバーサーカーを追うぞ。ああ、だがまず山吹殿に知らせておこう。それはさておき、そうでありんすか。姉様はお侍様と吉原の外へ。まず間違いない。ありがとうござりんす、主様。それが分かって少しほっとしんした。俺たちは太夫たちを追う。不安だろうがこらえてくれ。はい、心待ちにしておりんす。姉様のことよろしゅうお願いいたしんすよ。バーサーカーを追うぞ、より。問題は奴の行方だな。ある程度当たりをつける他にない。バーサーカーが操られているとして、術者は彼をどのように使う。あれだけの強靭な体躯と力だ、不落の砦として手元に置きたがるかもだ。まあ俺でもそう考える。つまり、こたびの術者は土帝、奴の居所は寛永寺だったか。そうだ、土帝は寛永寺にあるとは小説の言だった。はい、わかった。では迷わず赴くぞ。いざ寛永寺。小説様、浅草より戻られて早々ゆえ、お体に障りあらば。大事ない、用向きは。は、吉原の石膏より宮本伊織が上野へ向かったと知らせがありました。そうか。小説先生、貴殿らか。すまぬが今軍学を講ずる暇間は。小説先生、ご無事ですか。昨夜辻斬りに襲われたとのこと、先生の恩義に大事あらば。辻斬り。ああ、まみえたが払ったまで。そうでしたか、それは何より。どうした。よかった、本当によかった。先生がご無事で、拙者、うん、バッケロ。なかなかみっともねえ、小説先生の無理だろうが。よもやさほどに案じられようとは。主、恐れながら、あなたは何故ああいった溢れ物を抱えているのです。門弟のことか。はい、あれらにかまっていかがされるのか。炎に自ら集うがごとき、羽虫にも似た矮小人馬。あなたにとっては無意味、無益。口
血を慎めライダー、彼らをそしることは許さぬ。彼らもまた不条理にあえぐ婿なれば捨ておくことなどできようか。我が願い、キー高等と笑いたくば笑えばよい。だが義の間のみとはいえど、私は貴殿の主、是が非でも我が刃として働いてもらう。ライダー、貴殿の力あらば我が高等はうつつとなろう。霊樹の一角でも二角でも望みとあらば捧げるが、いかがだろうか。清らかなる我が主、一体誰があなたを笑いにしようや。すでに我が身は限界の折に心よりの叫びを聞いた。由衣小説、あなたは正しい。ここに私は誓いましょう。この魂、この刃、霊気霊覚の一辺に至るまで、すべてあなたの願いがために捧げるの。ならば我が策にてその覚悟を問う。構うまいな。無論。ライダー、貴殿は私を。ライダー、かの日の誓い、今も。あるな。術師としての腕は向こうが上。霊脈から魔力を集め押し通るしかあるまい。まずは上のからか。行くぞ。あれは。あの幼子が舐めているのは若旦那が作っていたあれではないか。あれはアメ細工という、バビロニアの他でも手に入るものだ。水飴をこねて様々な形にして、昔のカヤは猫が好きで猫の形が欲しいとよくねだられたな。いいなそれは。あの子の持ってるのは魚の形かな。魔力の流れが変わった。バカだ。いかに土帝といえど霊脈をねじ曲げるなど。まあまあ早計はやめよう。おじいさん、慎重に歩を進める時だ。セイバー、行けるか。任せておけ、より。Thank you.
よし、敵は撤退したようだ。うまく断ち切ったな。よいぞ、これで無駄な戦いをせずに進めるわ。出打ったか。霊脈の流れにも気を配るのじゃ。なんじゃこの妙な魔力は。上野より南の方から漂ってきておるが、動く気配はないな。敵か、罠か。術か。なんとも見通せぬ。不用意に近づかぬ方が良いかもだ。破れる結界があるようじゃ。ほう、これはいいな。どうした、ヨリ。結界が破れない。霊知力は十分に集まっているはずだが。妙じゃな。またぞろ、土帝何がしの術やも知れん。本物の術者は面倒だな。まずは辺りを調べるか。来たぞ、ヨリ。怪しいものは見当たらん。あれ以外には。だが、あそこだな。ならば正体を確かめるまでだ。これ以上時をかけるのはまずいぞ。待っていたよ、ビグレット候補たち。貴殿だったか、はぐれのキャスター。何故ここに。君たちが困っていると思ってね、この私自ら助けに来てやったのさ。それはもしや上野の結界のことか。ああ、この一帯に大掛かりな魔術が仕掛けられている。人の認識を歪めるものだ。存在しない霊知、霊脈の幻を見せるような。ああ、なるほど。幻術、下術の類か。ここへ来るまで私が誰かわからなかったろ。そういうことさ。だが安心してくれたまえよ。この大魔女にかかればこの程度。これが本来の霊脈ということか。なるほど、結界が破れんわけだ。感心しておる場合かより。我らの霊知力、細々とした霊脈に頼りきりじゃぞ。さて、悪いけど力を貸してやれるのはここまでだ。はぐれの実はいろいろと不便でね。いや、十分だ。オンに切る。おお、新手じゃ。土帝め、
術が破られたのを察知したか。肝心の術は破ったんだ。焼け石に水だと教えてやろう。ああ、一気に突破するぞ、より。頼む、セイバー。あ、よし、敵は撤退したようだ。うまく断ち切ったな。よいぞ、これで無駄な戦いをせずに進めるわ。敵のまじないだ、気をつけろ。破れる結界があるようじゃ。いざ勝負よ。つまらんな。熟した。ふむ、新手か。見せてやる。ヘリア、セッが悪かったな。我らが地敵。では参る。ひねり入れたか。良いぞ、より。これ以上時をかけるのはまずいぞ。私の仕事は終わりか？なんとも異様な雰囲気じゃな。気をつけて進めよ、より。
いな。勘抜きがかかっているのか。この門、術で封が施されておる。土御方の仕業と見て間違いないじゃろう。切って進みたいが、宝具は抜けん。ここは他の道を探そう、より。船か。ふむ。この船で池の向こう側まで渡ってみるか。おお、渡りに船とはこのことじゃのう。ん？ダメじゃ、ヨリ。この船、竿がないぞ。ぬか喜びであったか。落ち込むのはまだ早いぞ、おじいさん。その顔、何か策があるようじゃな。さあ、乗った乗った。あちら側までひとっ飛びで届けてやろう。ひとっ飛びと来たか。行くぞ。おっと。ほうほうほう、なんとも爽快じゃったの。そうだろうとも。そうだな、またいつでも飛ばしてやろう。なかなかだった。だが目立ちやすいな。池を渡ると予見したか。油断したな。残らず切るとしよう。はあ。受けてみろ。踊らされたの。この先は楽に進めるといいんじゃが。この門
ダメじゃ。きっちり術が施されておる。どうする、より。これではいつまで経っても寛永寺。また会ったわね、宮本伊織。まだこんなところにいたの？遠回りまでして。あの門がなかなかに厄介なのだ。砕いて通るわけにもいかん。でしょうね。魔術師の本拠だもの。強固な工房として形作られているでしょう。一種の砦とでも思いなさい。ではこれは砦攻めか。忠告痛み入る。ドロテア殿、アサシンは未だ？ええ、そうよ。未だに私のアサシンは奪われたまま。彼の魔力をたどっていたのだけど、どうやらあなたと私の目的地は同じようね。ならばどうだろう、再び力を合わせるというのは。イオリ、いいのか。確か前は似たような流れで結構働かされたような。あら、随分な言い草ね。単なる適材適所でしょうに。よく口の回る。今回は期待なさいな。この程度の攻防、ドロテア・コイエットの前には無意味であると教えてあげる。ま、こんなものよね。おお、娘よ、なかなかやりよる。では先に進むかの？待って、門の向こうにも敵の気配がある。ここは私の魔術で一掃して。おお、待ち伏せか。あっさり見抜くとは軽眼だな。いえ、そのあれよ、私が出るまでもなかったわ。ああ、やっぱり足が8本、目もたくさん。あれはあなたたちだけで片付けなさい。いいこと？雲が苦手なのか？な、何よ。私を見ていないで、あれをどうにかなさい。私たちには気づいていないようね。少し待ちなさい。今術式を。あれ式の敵にまじないなぞ不要。見ていろ、イオリ、ドロテア。行っちゃった。あなた、サーヴァントの手綱を握れていないの？馬というより空を舞う白鳥だ。手綱は似合うまい。色は違うものだ。イオリの加藤もそれなりではあるが、ドロテアの多彩さにはまるで及ばない。
異国の術、まあなかなか大したもの。あんなに褒めるならもう少しこちらの指示に従ってほしいわね。罠も何も全て食い破っていくんだもの。私としては気が気ではないわ。あれがセイバーだ。そうするだけの強さがある。そのようね。アサシンも波の英霊ではないけれど、セイバーの剣、あれはなんというか破格ね。どうやってあんな英霊を引いたのか教えを請いたいくらいだわ。俺にもわからない。あとよく食うから懐は冷えるぞ。何それ、ジパングのジョーク。広小路に人っ子一人いないとはのう。七味角による人払いか。腐っても義の監査役だもの、それくらいはするでしょ。神秘とは陰秘であり、人目につけるべきじゃない。陰陽道であってもそこは変わらないはずよ。竜目せよ、出番だな。我らが刃見切れない。突き立てる。私は目と鼻の先だ。回り道や足踏みをしている暇はないぞ。つまりは避けざる難敵だ。押し通るぞ、よりドロテア。そうなんでしょうけれどね、同行するのは利害の一致からであって、あなたに命令されるいわれはないわ。うるさい、特にあの僧兵には気をつけろ。死ぬぞ。はあ、ミスター、どうかして。あれは確かに難敵だ。どう戦ったものか思案していた。思案することはないわよ。普段の通りあなたたち二人で戦いなさい。もう幸せもなければ訓練もしていない。そんな三人で戦えて。いいえ、戦えない。付け焼き刃はごめんよ。私は非常時に備え力を温存しておくわ。さあ行きなさい。まあ道理だ。では姫の仰せの通り、行くぞより。これはどうだ。目を覚ませ。味わうといい。どうだ。良い身のこなしだ。仕方なし。終わりだ。受けたな。
良い身のこなしだ。逃れていたか。土御門、そやつがこの魔が月の元凶か。俺たちはそう見ている。今や多くのサーヴァントが支配下に置かれた。相分かった。古今東西の英雄英傑たちよ、貴殿らの漆黒我が剣にて砕いてくれよう。私は悪鬼を追うゆえ、これにて。相変わらず気持ちの良いセイバーだな。よし、では寛永寺へ。あれは操られているか。あれは手強いぞ、より。アーチャーと君の死が手を組んでなお引かせるだけにとどまった相手だ。さて、どう勝つか。あれがはぐれのバサーか。長く伸びた髪、突
主の闘志。まさか知ってるのかい、あの子のこと。師匠、太夫。やあ、伊織くん。バーサーカー殿を追ってきたら、まあ偶然。こちらは寛永寺へ向かう中途です。はぐれのバーサーカー、寛永寺を守る砦かと。うん、人間城塞もとい英霊城塞ってことね。さて、いかに攻めたものかしら。そこのあんた、偉人のあんた、あんた神明を知ってるんだろ、教えてくれないか。私はあの子を止めなきゃならないんだ。この通り。頭を上げなさい、マスターでしょあなた。私はアサシンのマスター、ドロテアよ。いいわ、教えてあげる。私の予感が正しければ、複数陣営による共闘は必須。それほどの相手と思いなさいな。あのはぐれのバーサーカー、神名はサムソン。おそらくね、神より力を授かった怪力無双の闘士。神？ええ、こちらにおける唯一にして無二の神。ざっくり言うと、一柱しかいない分強力よ。あなたたちの価値観からすると、そうね、神や仏全てから力を授かったに等しいかしら。大きく出たな。仏のことはよく知らないが、なるほど、それはあの強さも納得だ。世界は広いからね、中にはとんでもない英雄もいるってこと。さあ、相手にとって不足なしと言いつつ、一応確認しておくわ。お嬢さん、サムソンには弱点ある？あるわ。サムソンは神から力を授かるとき、その神に刃を当てないという条件をつけられた。故に髪の毛を切ることができれば彼は力を失うわ。聖書に書かれた通りにね。ってことはあの子。ええ、かつての彼はそうやって死んだの。愛する女性に髪の秘密を打ち明け、裏切られて力を失い、死の間際には暴力の嵐と化したそうよ。はあ、女に裏切られたか。因果だね。二度も同じ思いはさせたくないところさ。でもね、それでも私はあの子を止めなきゃならない。操られて暴れ回っちまうなんて、そんなの望むような子じゃないんだ。何言ってるかもわかんないけどさ、でもそう思うんだ、思っちまうんだよ。だから力を貸して、武蔵ちゃん。ええ、任せて、太夫。というわけで、彼は私たちが引き受けるわ。みんなは援護をお願い。師匠たちだけであれを相手に、それは。ええ、小野賀師匠が勝てぬと申すかなんて。冗談冗談、でもちょっとだけ本気です。ともあれ、心配ご無用です。それに、手が足りない時には遠慮なく声をかけるから。かかってきなさい。いいかい、武蔵ちゃん、無茶だけはするんじゃないよ。心配してくれてありがとう、太夫。でもあなたは、あなたの覚悟を決めなさい。
な感じ。しないわ。ひらめいた。ナム天満大自在天神。この一刀こそ我が空洞、我が生涯。イシャナ大天将。なんの、サムソン、私
みんなありがとうね。私のわがままに付き合わせちまって。先を急ぐんだろ。私らのことは構わなくていいよ。それに武蔵ちゃん、あんたもさ、これからは好きにしてくれていい。という、私決めたんだ。もともとこの儀に乗り気じゃなかったのは分かってるだろう。私たちの願いは自分で叶える。義の勝者にはならなくていい。あの子を捧げて助かろうなんて、そんな虫のいい話はないさ。あとねえ、セーバーじゃなくてバーサーカーの宮本武蔵さん、マスターなんざ放って好きに戦ってみたいんじゃないのかい。そりゃまあ多少はね、ほんのちょっぴりそうかもしれないけど、こう見えて一応はサーバントだもの。マスターの願いのために力を尽くします。私の願いだよ。あんたには好きにしてほしいさ。あとはあんたの願い次第だね、武蔵ちゃん。うまいな、どんちかな。そうかもしれないね。まあそういうことならきちんと叶えてあげなくっちゃね。難敵は消えた。遮るものは結界一つきりか。押し通るぞ。いよいよ土帝に相対する。それは気が早いんじゃないかしら。他にもはぐれがいるのか。いいえ、でも私がここにいる理由、まさか忘れてしまったのではないでしょうね。来るか、アサシン。この体は響きの意志を残し、我が牙は鉄火にをも砕く。人において人にあらず、神において神にあらず。不信伊吹大明神を演技。あなたの獲物は私のはずよ。したことが久方ぶりの血の匂いに失恋しかけたぞ。ドロテア、我はお前を食わればならんのであった。できるものならね。ドロテア、あとは私の役目を。あなたとはここまでね。セイバー君、アサシンの行方が気になるみたいね。
無理もありません。アサシンの解放した宝具は凄まじかった。同感。しばらくぶりにゾクッときたわ。あの清潔なる神器容器、これまでは本気じゃなかったってわけね。ドロテア殿が奴を引きつけていなければ、今頃上の一帯は。ええ、跡形もないでしょうね。果たしてドロテア殿、あのまま逃げおおせるか否か。サーヴァント、特にアサシンに狙われた以上、無事じゃ済まないだろうね。助けがなければあの子は死ぬよ。土帝かアサシンか、どちらにせよ決めるのはあんたさ。そうね、ここは考えどころ。事態の元凶土帝を仕留めるか、宝具を解放したままのアサシンを討伐するか。ちなみにアサシンは放っておいても、自分のマスターを殺してしまえば自滅するなんて考え方もできるけれど、さて、イオリ君はどうする？長々と悩んでる時間はありません。気持ちが決まったらすぐに教えて。あんたの道はあんたで決めるんだね。私は私でやるべきことがある。細い糸のような希望でもつながっているうちは。気持ちは決まった？はい、俺は。少しだけ時をください。了解。でも早めに頼むわよ。気持ちは決まはい。寛永寺に攻め入り、土帝を討つ。早速寛永寺へと言いたいところなのだけどね。ごめん、伊織くん、私やっぱり蛇神大使の方に行くわ。師匠、どうか行かせてやっとくれ。武蔵ちゃんには今まで散々私のわがままに付き合わせちまったからね。そろそろ好きに戦わせてやりたいのさ。わかりました。では土帝は俺たちが仕留めます。頼みました。持つべきは粋な主と優しい弟子ね。そうと決まれば善は急げ。宮本武蔵、これよりは蛇神退治つかまつる。早いな武蔵、我らも寛永寺へ向かうぞ。結界か。まずは周囲の奨励値を抑えるぞ。魔力を断って結界を破る。
この魔力の高まり、なかなかだ。さしずめ門番といったところか。手分けしてとは行くまいな。一つずつ片付けるぞ。ではこの地を抑えよう。強くなれたか。次の霊地へ向かうぞ。うむうむ。せしよう。貴殿だ。受けてみろ。宣告は助けられた。今度は俺たちの力を貸そう。片付けない。成敗。ここだ。鋭き水の中のごとき、やつは大技を放つぞ。
片付いたか。改めて礼を言う。敵を同じくするのなら教頭も必要。貴殿の言だ。しかしよく操られずにいたもの、なぜだ。わからぬ。バビロニアの若旦那やキルケの例もある。あらゆる英霊を操るわけではないのだろう。もどかしいな。かくいう私も一時は支配を受けたのだ。まったくもって腹立たしい。主持つ英霊でさえ傀儡とされたか。ではアッキラはいかに。ランサーは知らぬ。ライダーは敵の術中にあるようだが、見たところマスターと袂を分かった素振りであった。そうか。腑に落ちぬか。しかりかの悪鬼が傀儡にされるとは。とても。あれは鬼、善なる鬼とは違う。世に仇をなす、打ち滅ぼすべき悪鬼だ。だが同時に神に類するものでもある。やすやすと人に操られるはずもない。神。人雷まとい師、無道の鬼神。愚足の中には何があるものか。雷の神か。私の知るものとは当てはまらぬな。そも神を表すなどとは当世あたりのまじないでなせるものか。難しかろうな。正体わからずか。まあいい。それでハグレのセイバー、貴殿はライダーを追うのか。いいな。ほう、そうなのか。君はライダー討伐を優先すると思ったぞ。当世に現れた悪鬼を断つ。まさしくそれこそ我が使命である。だが奴が傀儡とされたならば、その源を確かめねばならん。なるほど。では目指す先は同じということだな。しかりこの極光の刃、今は貴殿に預けよう。へ向かうぞ。結界が解けた。待ってよ、土帝。この力、使命のために。ああ、追う。うむ、悪くない心地だ。
いい調子だ。絶なる邪気。ああ、敵は近いな。より、土帝はそこまで来ているぞ。そのようだ。俺にもわかる。妙な魔力だ。ふん。セイバーとその主だな。いかにして英月の首輝きを逃れたものか。まあ、よい。サジに過ぎぬ。どの道、貴様らの敗北は覆らぬのだ。貴様、どうした？いや、この感じは、まさか君も。花、レオ、キレラを切れば、いな、切るわけには。私は、俺は、より、己土帝、誇り高き英雄英傑を幾度操れば気が済む。この瞳、この静寂。思考を切り替えろ。頼る相手ではなく、もはやこの武者は恐るべき敵。見るに耐えぬな。特慈悲をくれてやれ。
敵別の武者よ。まだ生きている。しかしいつまで持つかな。相性あるいは霊気の特性か、武者のセイバーは術に抗い続けている。人たちのみであれば届くか。ああもう面倒だ。かくなる上は八つごと土帝を斬る。俺に考えがある。しばしこのまま刃を交わせ。言い切ったな。よし、ここは君に任せよう。澄み渡る天のごとく。No, no, no.
話だ。来い。分かった。我らが刃突き立てる。すまない。狙いは悪くなかったが、無駄なことだ。義の勝者は私なのだから。陰陽師、土帝。小説の言った通りか。あまたのサーヴァントを操ったのは貴様だな。どうでもよいことよ。無意味な問いに答えることの葉は持たぬ。傷を負ってなおこの口ぶり。知らぬであろうがな。もとより英月は単なる魔力源に過ぎ、万能の官房機などではない。我らが一念によって作られし、我らが願いを叶えるためだけのもの。何？それを願いという餌に釣られた小魚どもが群れること、群れること。片腹いたしというやつだ。故に私は英月の正しき所有者としてお前たちを罰するのみ。例えばこのように。土帝何がし、やはりキャスターの主か。まだ来るか。すでに己が霊地を離れて長い。逃げに回ればいずれ無惨しようが。ああ、ここまで来て逃げはない。古今東西の英傑の使い道としては下策だな。愚かな術者だ。愚か気の利いた罵倒を期待したがつまらぬな。貴様のイノシシ武者よ。マスターとサーヴァントが殺し合う様、実に涙ぐましく痛快であったが、お前たちには望むべくもないか。命乞いは聞こう、あるいは自制の句でも読んでみるか。より連中には構うな。奴を斬れば終わる。くだらん、やれ。ん？の？
私が下船の輩なぞに、ライダーライダーとこ来て私を助けよ。義の運営役は無事行った。さて、ここからだ。あら？ここは？あ？ずいぶんとまあ珍しい顔が。お？よその霊地じゃねえか。くそ、てめえの霊地放って何してんだか。お前の狙いは何だ？小説の指示か。くだらねえ。利用されるつもりはねえし、利用する価値があるやつなんざいるかや。ならばなぜ？なあ、お前は知ってる方の人間だろ？は？地獄がどこにあるか。一目見りゃわかる。善人の皮をかぶった野獣の類だ、お前は。ひどい言いがかりだな。わかるって言っただろうが！てめえが腹に抱えたもんは俺と大差ねえや！ってわけだ。見せてみろ、俺に。なんせ！了解しました。やるぞ、より！貴様のマスターは死眼を見ていない。あれでは死へ進むばかりだ。それこそマスターの望みです。私は共に落ちるのみ。逃がしません。いつでもよいぞ、より。いかにです。味わうといい。呼べ、いつでもよい。呼べ。任せろ。隙を見せ
だな。畳みかけろ。終わりだ。覚悟、ランサー。ランサー、我が死をもって命じる。やつを、宮本伊織を地獄に連れて行け。承知しました。我らに罰を。レイジュによる守護、あれを崩さねば奴に刃は届くまい。ならば私が守りを貫こう。武者のセイバー、良いのか。気遣いによう。悪鬼の共柄を打つも我が役儀の一つ。さあ参ろうぞ。我が人たち、あらゆる変わりを切らん。覚悟、悪鬼の共柄。セイヤー、いや、そうだ。逃がしません。相手は立つのみ。撃てよ。撃けよ。見くびらぬよ。逃げられた。己ランサー、次こそは仕留めてくれる。あ、よりいや、少し考えていただけだ。
今宵はさすがに連戦が過ぎた。休息が必要だし、今後の方針も決めねばな。それから武者のセイバー、そちらの助力に感謝する。礼は無用。斧が役儀を果たしたまで悪鬼は立たねばならぬ。その共柄も同じこと。私はただ太刀を振るうのみ。ふむ、なんと爽やかな物言いだ。気に入った。君よ、勇壮の武者よ。感じるぞ、再び我らは共に戦うだろう。ああ、いずれ悪鬼が闇の帳を下ろす。夢を忘れるな。闇の帳。ふん、どうした、テイ。なあ、いや、やはり霊槍は預けたままだったか。すまない、それを確かめたかっただけだ。失念していたな。すぐそちらへ返しに行こう。いや、無用だ。片方だけでは使い道もないが、取っておくなり捨てるなり好きにしてくれ。貴重な霊槍なのは確かだが、一点物でもないしな。ま、多少の小言は食らうだろうが。それでそちらはどうだ。あれから何か戦況に変化はあったか。ああ、義の見届け役。いや、そう見せかけていた黒幕が死んだ。サーヴァントたちを操っていた人物だ。二度と同じことは起こるまい。そうか、アーチャーも報われるな。貴殿はまだ赤坂に？間もなく立つところだ。予定よりも行くばくか早いが、頼信公が使いの者をよこしてくださってな。真の攻勢がだいぶ激しくなってきているらしい。陰ながら貴殿の勝利を祈っている。て成功。ありがとう、宮本伊織。願いはこの手で叶えてみせるさ。そちらこそ最後まで勝ち残ってくれよ。お前にはまだ権利があるのだから。そういえば以前、江戸の町や人々を守るためにと言ったな。ああ、それはお前の戦う理由であって、願いとは違うのではないか。なあ、伊織、お前は何を願うのだ。それは…いや、余計な詮索だったな。許してくれ。さて、今度こそお別れだ。ではな、伊織、またいつか。何を願うか。やはりか。一門を復古し、古き都の支配者に返り咲く。そのためだけに奴は永月が万物の願望機であると嘘偽りを述べて幕府に取り入り、我らを死地に陥る。しかしだ、万能ではなかろうと絶大な魔力を有してはいるのだ。それに何より
その日、武蔵亡き霊岩堂を一人の剣士が訪ねる。神面武蔵、その生涯において百戦百勝、剣術において負けはなし。まさしく、勝てぬと悟ると決して正面から戦わぬゆえな。武蔵の兵法を見習いたいものよ。師匠とは顔見知りですか？うん。随分と昔、藩の名誉をかけて試合した中でな。結果はこやつの見事な作戦勝ちよ。天の断り、地の断りのみならず、時の断りまで持ち込んでの。それは見事な早業であった。それはどこで？巌流島。少年の脳裏にひらめくは、師匠が語りし、とある回顧団、己に並ぶ剣士との試合、舞台となった小島の名こそは。俺を弟子に取っていただきたい。何故？武蔵が恐れた剣なれば。心得た。